ということで、今日はまずはポジション参加者イベントサックスベンチということで、チームメイトの皆さんに今日はファンの皆さんをこうやって喜ばしていくんだと、はい、その気持ちをこうですね、チームメイトの皆さんにまずはよろしくお願いできたと思うんですけども、試合前よろしくという形で、野島さん、それでよろしくお願いします。こうやって試合の時間がチームメイトを鼓舞していきますというところをですね、出演していただきたいと思います。どうぞ。何本出しました。試合前ね、皆さん僕が何を言ってるのかなって、ちょっと気になってると思うんですよね。なんでちょっと今日は内容は違うんですけど、ちょっとこういう感じで言ってるよっていうのをちょっと再現します。じゃあ、お前がいいか。優勝してくれてありがとう。もうね、俺はね、ベンチでね、温かくね、もう見守ってるだけ。まあ、本当にみんなここにいる4人はね、本当にチームのね、勝利にね、よく貢献してくれた。優勝、ありがとう。いいものをしてもらって、ありがとう。ほんでな、一つ言ってことは、今日はな、これ、サックスフェスだ。なで、おい。小島さん、頑張ってください。でね、我々が、ね、いつも、ね、プレーできるのは、ファンの方たちの、ね、熱い眼差しだったり、熱い声援のおかげで、ね、こういうプレーができるんで、あ、分かった？はい、もう。例えるならばな、大地を照らす太陽のような存在なんだ、ファンの皆さんは。だからね、今日はね、もうね、もうサンクスベスターということで、ファンのね、皆さんをね、喜ばせれるような深海と、などなど、喋れる範囲で、ね、喜ばせてください。ええか。はい、よし。ということで、ファンの皆さんを、最強という